下関の村田さんの、かまぼこです。こちらが、今回買いました中で唯一のお土産となっております。下関といえばフグでも、副産物とかあの加工品も多いんですよね。かまぼこやね、かまぼこです。ただ高々ですね。一応まあレンコ代とかですね、まあその他ものものタダが入ってます。多分ですね、アメリカまたはアルゼンチンまたはその他さんでございます。アルゼンチン。それ続きましてはカッティング。アルゼンチン、ここアルゼンチン、包丁を使うときは大人の方のに教えてもらいながら切りましょう。カットしないでね、はい、カットしないでね、2つの意味で、はい、カットしないでね、はい、カットしないでね、カットしないでね、カットすんのかい。そして完成品です。てん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 。うちはですね、マヨ醤油です。マヨ醤油で食べます、ね、マヨネーズと醤油のナイスコンビネーション。